発進行だ。雨は冷たいけど濡れていたい。ゆず元気？雨の日ってどんよりだよね。あ、雨の日って気持ちがさ、なんかこうどんよりしない？なんかね、なんか嫌な感じだよね。わかる、ほんとわかる。ブルーな気分だよね。そう思わない？ブルーそうでもない。ゆず今日餅つき大会あるんでしょ？大会って書いてたね。餅つき会じゃなくて餅つき大会。すごいね、楽しそう。いいな、餅食べたいな。タッパ持った？あー、いいな、食べたいな餅。ほんと雨やだね。行こうか、三学期頑張りましょう。最後は頑張ってね。行ってきました。疲れた。今日3学期始まって2日目なんですよ。あー、ほんとね、朝ね、地獄でしたね機嫌の悪さマックス。1日目、昨日は良かったんですよ、いくらか。今日最悪。あー疲れた。で、朝はね、いくらでもこう子供を叱りたくもないし、こっちもイライラもしてくるし、でもなんかこう子供をね怒ったりしていくと嫌じゃないですか。子供もね、朝怒られた来たとか。だからなるべく怒んないようにしてるんですけど、怒っちゃうよね本当口悪いんですけど、これ言っちゃダメなんですけど、ほんと原稿貼りたくなってきますよ、ほんと。やりませんけどね、そういうことやんないけど、一発ねやりたくなる気持ちもわからなくもない、やっちゃダメですよあー疲れた。まああとね2、3ヶ月で年長さんなんでね、もうちょっと朝はピシッと準備をしてほしいなと思いますね。で、すごい機嫌悪かったんですけど、幼稚園の中に入って先生がおはようございますとかって言いに来たら、ゆずもおはようございますとかって言って、これとかってかわいすぎだろまあいいんですけど、よかったです。疲れた。最後はこれ、開けれる？開ける。おおおお、何くらいある？すごい。どうやってやったの？ペッタンペッタンやったの？何くらい入ってた？いっぱい入ってた、タッパーに。やったー。これ持ってんの？美味しそう。あと食べようね。ゆず食べた？何？幼稚園で餅食べた？食べてない。なんで？食べたの？食べてない？どっち？食べてない。あ、食べてないんだ。